はい、ということでですね、エクストルーパーズこの3人でちょっとプレイしていきたいと思いますけど、はい、ブレンターナ役の梶裕貴さんと、はい、そしてウィズ役の小林優さんと、はい、この3人でやっていきたいと思います。はい、キャラクターの紹介も含めて自己紹介お願いします。お願いいたします。私が演じさせていただいているウィズ3姉妹、こちらの方はですね、まず長女さん、こちらはですね、すごくおっとりしていて落ち着きがあって本当にお姉さまというのを絵に描いたような方なんです。そして次女、こちらの方はクールビューティー、シュ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 それクールビューティーというのね、シュシュってのはクールな音ですか？そうなんです。わかりました、わかりました。なるほど。もうポーカーフェイスでやっぱりあまり感情を表に出さないところも魅力だなというふうに感じています。そして三女さん、すごくあのこうお茶目なところがあって、うん、すごく末っ子さんのキャラだよっていうような可愛さがたっぷり入った、うん、元気さとかそういうものに溢れている、とっても可愛い方なんですよ。三女は、ね、一番最後に作れたプログラムの AI の子なんですけど、性能は一番いいんですけど、ちょっと性格がドジっ子みたいな、あのプログラマーの開発したプログラマーの、その趣味がちょっと入っているという、なるほど、それぞれ性格違うのはそういうような理由なんですよね。はいはい、というふうな、ね、キャラをやっていただいてるんですけども、はい、まあ、今回せっかくなので、うん、この3人で 3DS 版、はい、ちょっとマルチプレイですか、やりましょう。やったー、やっぱね、うん、売りですからね、マルチプレイ。そうです、楽しいですからね、協力したらね、手強い敵も倒せますんで、うん、ぜひやりましょう。はい、じゃあ一緒行きますよ。はい、行くぜ。レディーゴー、元気なん、行くぜ。じゃあ積んできますよ。積んできますよ。みんなすごい、みんなダッシュだ。R でロックオンですね。そうですね、 R でロックオンで L で、敵を切り替えですね。すごいすごいすごい、みんなどこに来てる。お、敵さん、なんと敵が敵にダメージ与えた。なんとって。あー、ごめんなさい、ブレンド打っちゃった。避けました、ありがとうございます。さすがです、一番欲しい。お、奥にまた。そうですよ、どこにいるかな。私も役に立ちたいです。どこにいらっしゃいますか、みんな。みんなが誰もいない、どこにもいない。僕ですか、僕。そのまま真っ直ぐ来て、この矢印の方ね、そこですね。はいはい、でジェットで岩にぶつかった。よし、頑張る。大丈夫ですか。大丈夫です、元気いっぱいです。アンカーですよ、みんな。あー、みんなに続いた。この感じがやっぱいいですね。いいですね、協力感出てますね。おー、いい、ナイスです。ロケットランチャーさん、ナイスです。のんちゃんも頑張るよ。のんちゃん頑張って出してよいよ。のんちゃんってクリスのことですよね。クリスさん可愛いですね。可愛いですよね。小島さん大好きなんですよね、のんちゃん。男子で、男子で の私も好きなんです、あのセリフ。いい、うわぁ、疲れた。メテオ、みんな頑張ろう。みんな頑張ろう。ウィズが横にいる、リアルウィズが応援してる。みんな頑張って。精神的に癒される。あ、頑張ろう。今ね、一人倒したんですよ。ナイスです。はい、あ、できる子。ありがとうございます。あ、また押しました。よし、ズシーンが出ました。ズシーン。一ズシーン出ましたか。ズシーン、すごいですね。さすが漫画地区紹介アクション。あ、すごい。飛んでるあの鳥のようなすごい。鳥、どっちかというと虫じゃないですか。虫です。初的な方が強すぎて私もされました。あ、飲んだ。飲んだ。飲んだ。ピンチですって。ダウン救助。私が救助します。私、2人で助けましょう。ありがとうございます。2人の方が速くなる。そうなんです。お、いいですね。これぞマルチ。よし、皆さんのおかげで助けていただいたよ。いえいえ、小島さんが光ったらその場所に行って、この青いボタンを。あ、これを、これを押すんです。ゆうさん、行くよ。はい、お、来ました。来たんじゃないですか。ほら、もう大丈夫です。エクストラムプラス、ありがとうございます。だいぶダメージ与えましたよ。いいですね。すごい。そしてさらに、ほら、俺のロケットランチャーも当たりました。ナイス。よし、もう出しです。一気に3人のマックスに溜まった必殺技が当たったんで、相当ですよね。いきなり半分以上ダメージ与えましたね。メテオ、メテオ、危ない。メテオ、今を避けてください。飛び蹴り、飛び蹴り、蹴りです。お、倒した。イエー、飛び、ズシーン来ました。ズシーン来ました。倒しました。ありがとうございます。皆さんのおかげで。だいぶうまいことを狙ってましたね。ロケットランチャーが横から見てていいところで敵バーン当たってて、ちょっとね、やっぱ最初操作が、はい、一見難しいかなと思うんですけど、はいはいはい、3,4 回プレイすると馴染んできて。じゃあミッションレベル2いきますよ。お願いします。スタート。今回は敵いきます。今回のんちゃんいないですよね。今回のノンちゃんです。お、お、そしたらいいですかね、こちら。これ D ボタン連打です。どこにいます。 D ボタン連打、 D ボタン連打、 D ボタン連打。あ、後ろからでっかいの。こいつはね、なかなか手強いんで。強いですね。僕が、どうしたんですか。来てます。ごめんてよ。私はなんか逃げてしまいました。いいよ、逃げちゃっていいんだよ。怖くなったら逃げていいんだよ。ありがとうございます。
よし、これはサブウェポンです。ナイスメタル。いや、いいです、いいです、ナイス、ナイス、ナイス。当たって、お、一寿司、ナイス、早い。おー、来た。おー。よし。よあれ、なんか来ましたよ。なんかすごいの来ましたよ。ジュリー、早い。うわ、危ない。まず、白いやつ狙っちゃいましょうか。はいはい。私も僕はちょっと雑魚を掃除しておきます。はい、お願いします。これですかね。あー、すごい。僕、本当に友達とプレイしてる感覚でやっちゃってる。全然です。じゃあ、行きます、行きます。具合じゃないですか、具合じゃないですか。危ない、引かれる。別に、あの朝礼の時に倒れる献血とかじゃないですか。ですよね。私、これどうなっちゃってるいるんですけどね、ちょっと。ちょっと、ね、場所が。そう、場所が。ありがとうございます。これね、二次災害あるんで、そうですね、一回白いの倒します。そうですね、白いのの下にいます。そうです、そうす、待って、ごめんなさい。二次災害はダメ。私は、私はどうしてたらいいの。ちょっと待っててくださいね。ダメだ、俺もやばいな。ひなちゃん、頑張ってください、はい、すごい、現実世界で応援されてる。そうですね、僕が助けそう。お願いします。お願いします。今、気を引き、よっしゃ、ありがとうございます。よーし、いただきます。ただ、僕もよし、僕が、あ、私頑張って、僕が玉どんどん出すんで、あの黄色い玉取ったら回復するんで、はい、メテオ行かせない。ちょっと回復した。よっしゃ、はい、よし、チャンス、チャンス、アンカーの上に、もう一発、やばっ。この人はすごい強い。ナイス、当たってる、当たってる、ナイスです、ナイスです、ナイス。これは調子いい。これはいけるかも。素晴らしい。皆さんの元に行きたいです。皆さんといつも別行動で倒されてます。今ゆうさんどこにいる。今倒されました。ゆうさん、いや、ちょっと待って待って、 AI のウィズさんから。皆さん頑張って。 AI のウィズです。そうです。あ、頑張ってください。すいません、あ、大丈夫です。僕、あ、ありがとうございます。あ、ダウン、大丈夫です。私ダウンしちゃったそうです。復活です。ありがとうございます。じゃあ私、いや、もうそろそろ一体白いのもういけますよね。いけます、いけます。やつをなんとか倒してから、私もこの人を倒すことを頑張りたいです。ナイス。もう少し、あと1回。いきました。よっしゃ、いい感じ、いい感じ。メッド負けませんよ。ルアンはちょっと離れててくださいね。あ、すみませんでした。大丈夫です、大丈夫です。申し訳ございません。チャンス、チャンス、攻撃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 。避難、避難。どん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 攻撃してください。私は避難。私はまだ避難でいいですか。いやいや、狙ってください。あ、わかりました。ナイス。私ですごい遠くまで行ってたんで、ちょっと帰れなくなっちゃってます。これもしかしてクリアできちゃうかもしれない。お、行きたいですね。私も今、あの攻撃に混ぜらせていただきます。大丈夫です。よし、いいですよ。声すごいですもんね。あ、死ね。倒されちゃったんです。ゆうさん、大丈夫ですか。大丈夫。大丈夫、元気ですよ。元気ですか。よし。危ない。ありがとうございます。あ、俺がやばい、私がちょっとまた倒れてますか。これ危険。ちょっとこれ、どうしたらいいんですか。僕を助けに来てくれるのがいいかもしれない。みんな倒れてますか。私のことはもう、あの、置いていってください。やばい。あ、頑張って。あー、やられた。さすがレベル2。そう、惜しい。このレベル2はこのゲーム商業に作られた、倒せるもんなら倒してみろみたいなミッションなんで。なるほど。でももう少しでしたね。ちょっともう動画止めてもう一回やりたいですよね、これね。本当に。いやー、ということでエクストリーパーズ今日プレイをしましたが、はい、いかがでしたか。まずゆうちゃんから。めちゃくちゃ面白かったです、ね、もうすごい楽しんじゃって、もうなんかもうあっという間で、でその中でですね、いろいろなドラマがあって、まず一番はもうすごい皆さんに助けていただきました。いやそれがマルチプレイの良さですからね。シューティングがまだ全然初心者の、あの、私みたいな人でももうめちゃくちゃ最初から楽しめるゲームだと思います。そこがもうすごい、あと絆が生まれる。うん、もう本当に楽しかったです。ありがとうございます。いえいえ、じゃあ赤字さん、はい、いやでも悔しかったですね。ね、あとちょっとレベル2がね、白熱しすぎてね、ちょっと手首やられましたけど、ね、大丈夫ですか。いやでも、はい、本当にあの、ね、もちろんブレイン役やりましたから、はいはい、思い入れはありますけど、1プレイヤーとして、はい、ゲーマーとしてすごい楽しかったです、はい、いや嬉しいですね、はい、漫画チック爽快アクションエクストルーパーズですけれどもね、プレイステーション3そして 3DS ともに、11月21日発売となります、はい、よろしくお願いします。お願いします。お二人ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。プレイしてください。楽しいよ。